敵に倒されてその後箱になってリスポーンされたけど、なぜか武器も何も持ってない状態でリスポーンされたんだけどってことありませんか？いっぱい検証して、なんとその条件を突き止めたので授けましょう。まず前提知識として、ダウンの原因が自分のグレネードだったりキングダメージだったり落下しとかだったりした場合は何も持たずにリスポーンされます。自爆繰り返して武士増やすっていう技への対策ですね。今回はあくまで敵の攻撃によってダウンした後の話です。まずダウンした後、普通に敵の攻撃で格殺された場合、当然ちゃんと武器持ってリスポーンします。次にダウンした後ちょっと削られて、その後リングダメージで格殺された場合、これもちゃんと武器持ってリスポーンしました。ですが敵にダウンさせられた後、一発も攻撃を食らわずに全てリングダメージだけで格殺まで行った場合、なんと何も持たずリスポーンされました。つまり敵にダウンさせられた後リングダメージだけを食らって箱になった場合、手ぶらリスポーンになっちゃうってことですね。結構再現性ありそう。ちなみにダウンさせられた後、自然死したり落下死したり溶岩で焼け死んだりしたんですけど、いずれもちゃんと武器持ってリスポーンされました。つまりリングダメージだけなんですね。バグなのかもしれない、もしかしたら。あとこの継承カスタムやった後、みんなで殴り合いしようぜって言ったら、僕だけ撲殺されて終わったのはどうしてなんですか？